ロメウみんな見た <laughs> ロメウ見た <laughs> ジローナ見たんすよ直近の試合とバルサとやった試合とロメウがあの実際見たらいいかもパターンあるじゃんほんとお金なくて、まあ、年俸すげえ安くて来てくれてなおかつ半控えみたいな相手弱い時に使うアンカーだったらいい補強でもそれ以外だったらロメウで1年行こうっていう ロメウで CL ベスト4行くぞって思ってんならそんな甘くないっていう選手でしたねロメウカンテナにいた頃もプレイスタイル一質だったから出されたらしいですプレイスタイル一質だいぶいい言い方ですけどねそれフレンキー・デ・オングとかに言うアンカーだけど動きすぎてボール失わないけどみたいなだったらあれだけどロメウの場合はまず普通にトラップが流れるっていう絶対足元に収めなきゃいけないところをななな流れる時が結構多いのと いいところで言うと、ジョルジーニ的なパスはできる。サイド出すと見せて裏とか、サイドバックから引き取ったボールを裏に走ってる選手みたいなのいけるんだけど、ワンタッチでここ逃げたとか、バックパスすると見せかけて相手の重心見て逆みたいな、ブスケツ的な攻撃は厳しいですね。この選手に当てて落とし自分もらうみたいなポジショニングも別に良くない。というかシンプルにパスコースつくのがちょっと遅い。でも T 字に頑張って戻るっていう気持ちはある。 ただ、ゴール前戻ったとき、首振り少ないからむっちゃフリーさせてるとか、センターバックとサイドバックの間、戻るの遅れたり戻ってなかったりとか。ロメール使うんだったら2個残さないっていう枠だね。あと、もう何よりね、そこでもう決まってんだけど、あの、ルイ・センリケがやってたこのバルサー B で出てて、そっから、えー、ペップのバルサ A に呼ばれてんだけど、1試合しか出てないんだよね。だその時点でちょっとやっぱアンカーってかなりセンス要求されるポジションだから、もう厳しいじゃん。 ってなと相当給料安くてチャビが本職至上主義なのかなんかあれマニーのなんかあるのかデコがなんかあれなのか分かんないけどそうだからあの、うん、ロメ良かったはないいと思いますねシンプルに足遅いからで何より致命的なのが相手スピードに乗っててなおかつ正体してボール懐から出てないのに前に突っかけに行っちゃったりとか腰落としてめっちゃガニ股になってドンって守備するからぶち抜かれるって表現が合う抜かれ方するから。 結構ね、守備で直さなきゃいけないとこ多い。ただ一応頑張って戻るとか、無理して前行かないってあるから、前にプレスかけに行きすぎてかわされるみたいなのは、とか、抑えに行くところが、前すぎるみたいなのはないんだけど、でもそれでもね、俺ブスケツと一年間一緒に育ててたら、2個変わったと思うんだよ。バレンシアのあのグダグダのところに行かせるよりは。俺マジで一番バルサがアンカーシステムそのまま使ってうまくいくんだったら、 ギュンドアンですよ。ギュンドアン,アンカー全然できてたから。ただ、インサイドアウト使って前行って点取るときの方がいい働きしてるから、ギュンドアン前って思うんだけど、実際にロドリアン安定してないときに、一番アンカー安定してたのギュンドアンだから。で、プレミアよりも、一人一人のアタッカーの、そのアスリート能力とか、ドリブルの質とかでぶち抜く選手、ラリーが少ないから。ロメウ32なんだ、あれ。あ、28球だと、いや、厳しいなぁ。 赤ジローナの時の話ね。ジローナでボールがこうジローナを動かしてウィンクとかに行くじゃん。で、ここに対してこうサイドバックマークついて、こう間のセンサーがこう置き入ったりするじゃん。ここを押さえなかったりするんだよ、路面。一番ここを押さえなきゃいけないじゃん。で、自分を押さえないならインサイドハンドずらしてとかやるべきなのよ。これやんないからガンガン間使われるんだよね。で、ここを押さえいった時も背中走られた時気づかなくてやられるとこあるから。いや、だからね、路面打っるんだったら、現代ア,アンカー使うペドリとか前変えたいしね。 で、そのニコと併用しながら、相手弱い時とかにニコ慣れさせていくとかの方が、ロメウよりは良くなるよ、絶対ニコは。だニコがむちゃくちゃ性格悪いとかだったら分かるけど、放出すんの。あとはケシエはどうしたいんだろうな。ケシエは売りたいんだよね、あれ、チャビの発言からするにね、ケシエは状況分かってるみたいな。そう、ギュンダンの持ち味インサイドハーフなんだけど、ペドリーいて、ガビーいて、フレンキー・デ・ヨングいて、ギュンドンいて、誰が一番アンカーできるっつったらもうギュンダン。だから、 ペランに使ってる金もそうだし、マルコさんのさ、いろんな選手使ってるでしょうかね。あの辺の無駄遣いやめてたら、ブスケツの後釜取れてるんよ。<laughs> 最初っからギュンドアンって言ってないからね、俺。ここ,こすげえ大事だから。いろんな変な補強とかお金の使い方して、結果金なくなってるから、ブスケツの後釜にオリオールロメを連れてこなきゃいけなくなってんのよ。だから何してんのっていう。 もうロメウしっかり見たから言えるけど、やっぱブスケツの後釜でロメウ取らなきゃいけなくなるとは思わないもんね。いくらそのプレミアとかサウジが金あるって言ってもさ。だって今の理論なくして少年心選んだらどのチーム好きになりますかバルサでしょ。<laughs> 今の理論なくしたらファンの時の自分になるんだもん。もうチャビが出る。まあ、ねチャビ出てた時の成績というかもうほんとスーパーですから。だから自分求めてたらインサイトハグ全部満足しないでしょうね、チャビ。ペドリでもガビでも。自分の一番いい時とね、あれしたら。 Thank you.